勝手に今週の福山大学、どうもクラゲさんです。時計塔から覗く冬晴れの1月の30日でございますが、ね、この日は非常に大事なイベントがございます。それは何か、私の部屋のカレンダーをね見ればわかるんでございますけれども、この日がなんと卒業論文提出の締め切りなのでございました。ということで、うちの卒研生2名でございますけれども、部屋で作業をしております。これが導入したホワイトボード、うちの部屋にこういうの導入したんですよね、講義ができるようにね。そんな感じで、最後の確認点なんかを見せながらね、最後の追い込みに入っているんですが、ようやく印刷の段に入りました。まあ1冊だけですから、うちのプリンターでやってるんですけれども、臨転機は使ってないんですけれども、どん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 ね、1名分が印刷されていきます。これで印刷終わりですね。そして、閉じ込めばですね、1人分の卒業論文ができます。そしてもう1人はクラゲの研究をしていたので写真が多めですけれども、ね、そちらも閉じ込みました。はい、2人分の卒業論文は出来上がりました。ということで、そちらを今からね、私が責任を持って学科長のお部屋まで提出に参ります。さあどうなるでしょうか。学科長のお部屋から帰ってまいりました。結果は合格、2名ともね、これで卒業が決定いたしました。私ね、教員として師匠として送り出す最初の学生の卒業をちゃんと決めたのでございます。ガッツポーズしてるとともに、胸をなで下ろす、まあ、こういう人並みの気持ちはあるんですよ。そんなクラゲさんでございました。さあ、クラゲさんの宝物でもございます本棚に入った学生のまな弟子の卒業論文、今週の福山大学でございました。すでに来年分のスペースないじゃん。